サンバラを聞こう。皆さんこんにちは、アンニュアンセヨー、ふうかです。さて今回は番外編ということで、ソン・シギョンさんのファンミーティングに行ってまいりましたので、そのね感想を撮るっていう本当に取って出しの番外編になります。いつもよりちょっと台本も雑な感じなんですけれども、感想がね熱いうちに撮りたいっていうのがあって、急遽の収録なので、 YouTube にもこの様子アップしますけれども、ちょっと字幕は今回なしでね、余裕があったらやるという感じにしたいと思っております。10月の3日と5日で3年ぶりの日本でのファンミーティングがね開催されたんですね。そして、私は10月5日の大阪公演の方に参戦してまいりました。でシギョンさん聞き始めてから私はもう17年ぐらい多分経つと思うんですけれども、今回初めて生でシギョンさんを拝見いたしました。なので今回はですね、個人的な感想を垂れ流す回にしたいと思っております。まずですね、初の生シギョンさん、かっこよかったですね。よくシギョンさんが僕はね容姿で売れたんじゃないんですよみたいなルックスの自虐ネタをされるんですけれども、動画とか画面で見てるよりもすごくかっこよかったっていうのが第一印象でした。とにかく体格というか骨格が素晴らしいんですよね。まさに歌うために生まれてきた人の骨格をされていました。具体的には胸郭がまず大きい、この肺が入ってるところですね、胸郭って、ここが大きくて上半身の厚みがあるんですよ。であと顔は顎も大きいし首が長すぎないっていう、いい声の骨格の条件を全部持ってらっしゃる方ですね。この骨格条件の究極系が私はフレディ・マーキュリーさんだと思ってるんですけれども、日本だと鈴木雅之さんとか玉置浩二さんもこういった骨格の条件を持ち合わせていらっしゃいます。でシギョンさんはねそれに加えて横からお姿を拝見した時に胸椎の丸みがあるんですよ。で胸椎ってこの首が頸椎ですね、で腰椎が腰なんですけど、その間を胸の椎って書いて胸椎って言うんですけど、この胸椎の上のあたりの部分に丸みがあるんですね。でこれは玉置浩二さんもコンサートで拝見した時にそういう骨格をされてました。でここって喉のねちょうど裏側に当たるので、多分縦の響きっていうか、こう胸の厚み的な部分の響きに関連しているように私はまあ思ってるんですよね、個人的に。こういうすでにもう超マニアックな骨格トークから始まっているんですけれども、やっぱりねシギョンさんのあの優しい大きな響きっていうのはきっと骨格の要素も大きいんだろうなと思いながら拝見しておりました。裏声で細く声を出していてもじんわりとこう声の響きが広がっていくんですよね。自然と鳴る体をやっぱりされてますね。そしてこの声を張った時の声量っていうのは半端なかったです。すっごく大きな声出るんですよ。でも絶叫じゃないんですよね。もう声帯を固くしてキーンって叫ぶっていうんじゃなくて、いわゆるベルティングっていうのに近い出し方をされていると思います。比較的声帯は柔らかく使いつつ、体全体をですね反響板みたいに響かせて大きな響きを作っているという歌い方だったと思います。なので大きな声を張っても耳にキーンと来なくてですね、このシギョンさんの大きな響きに包まれて圧倒されるっていうような感覚でですね、いや本当に素晴らしかったですね。歌が素晴らしいことはもう分かってきてはいたんですけれども、でもやっぱり実際に聞くと本当に素晴らしいなという感想でございました。そしてまたね日本語がすごくお上手なんですね。前よりも多分上手になってると思うんですよね。ちょうどシギョンさんがいろいろレギュラーでラジオやったりとか、日本語のテレビにね出ていた時よりも上手になっているように思いました。通訳さんなしで一人でずっと日本語でトークされるんですよ。
で大阪では途中着メロを月メロっていう風に読み間違えた場面があったんですけれども、私はそこで、あ、これ漢字に振り仮名振ってないんだなっていうことに気づいたんですね。で逆にあのスピードで漢字も含めて日本語をスラスラ朗読されていたのかっていうことで、これとんでもない日本語力だなと思って、あそこでね、しげさんが間違えてくれなかったら気づかなかったぐらいなんですよ。私はね、振り仮名振ってると思ってたので、いや本当にすごいなと思いました。私があの速さで韓国語をスラスラ朗読できるようになるのにあと何年かかるんだろうなと思いましたね。そしてあと個人的に驚いたのは言葉の抑揚の部分なんですよ。日本語の抑揚がとても自然になっていました。言語ってそれぞれの言語において抑揚っていうのがあるんですよね。こうベースとなるメロディーラインみたいなものがあって、なのでこう韓国人の話す日本語っていうのは韓国語の抑揚がどうしてもベースになるので、みんな似た感じになるんですよね。例えば日本人はとか、こういう感じのトーンで喋る韓国の方多いと思うんですけれども、これは多分イルボンニンっていう日本人っていう言葉が多分そういうトーンだから、韓国語の中でですね。で韓国語も特にソウルの言葉っていうのは日本語と比較すると平坦なので、日本人が聞くと韓国人の話す日本語って平坦に聞こえることが多いと思うんですよ。でこれ逆の立場になると、私みたいに日本人が韓国語を話すと逆に何その抑揚はっていう感じに聞こえるみたいなんですね。抑揚をつけすぎてしまうっていう感じらしいんですよ。で私は日本語の中でも関西弁を喋るので、関西弁って結構アップダウン強めの方言なんで、私の韓国語は結構抑揚がひどいんですね。でここをソウルの人っぽく喋れるように、今韓国語の先生について練習をしているところなんですけれども、まだまだこの歌詞紹介とかで喋ってる韓国語は結構アップダウンがひどいんですよ。でなのでこういうなんか元々持ってるメロディーラインみたいなところまで克服するのってすごく難しいんですね。言葉自体は発音できても、こう自然な日本語に聞こえるっていうのは難しいと。でシギョンさんがすごくこの日本語の抑揚がとっても自然になってたっていうのが印象的で、このコロナでね、日本に来られなかった3年間、シギョンさんネットフリックスでアニメをたくさん見たっていうふうにおっしゃっていたんですけれども、多分ね、相当日本語を聞き込んでいらっしゃったんだと思いますね。まあ、こういったことからもリスニングってやっぱり大事なんだなと思って、また私も韓国語のラジオをね、日々聞いてちょっと練習するようにしております。そして歌は本当にもちろんどれも素晴らしかったんですけれども、私は特に日本語曲のカバーが刺さりましたね。大阪では玉置浩二さんのメロディー、畑基博さんの愛、斉藤和義さんの歌うたいのバラッドを歌ってくださったんですが、まずね、選曲が私にとっては神選曲でした。これらの曲はどれも自分が学生時代によく歌い込んでいた大好きな曲ばかりだったんですね。特に畑基博さんの選曲が鱗でもひまわりの約束でもなくて愛っていうのがしびれました。本当に歌詞がとってもいい曲なので、この曲ね、しげさんが歌ってくださって嬉しかったですね。そして玉置浩二さんも斉藤和義さんも、私はご本人のライブに行ったことがあって、ご本人様方の歌唱も聞いたことがある曲だったんで、それをね、しげさんが歌ってくださるっていうのもとても嬉しかったです。表現はさすがバラードの皇帝という感じでですね、しげさんらしい繊細な響きから、もうダイナミックな、もう最後感情をあらわにして大きな声で歌うっていうところもあってですね、でも何よりも歌詞の言葉ですね、日本語をすごく大事に歌ってくださっているという様子が伝わってきて、そのことにとても感動しました。しげさんはもう前からね、ずっと日本語の歌非常に上手だったんですけれども、外国人が歌っているのに日本人の心に日本語が日本語として響いて聞こえてくるっていうのは、これすごいことなんですよね。
それこそ大阪のファンミでもちょっと話題に出ましたけれども、冬のソナタの頃ですね、第一次韓流ブームは約20年弱ぐらい前になりますが、この頃本当に爆発的な韓流ブームというのがあって、その中で何人もの韓国人の歌手の方が日本デビューしてですね、日本語バージョンのオリジナル楽曲というのを発表していたんですよ。でも残念ながらその多くは音としては日本語を発音しているけれども、ちょっと聞いても情景が浮かばないっていうような楽曲が正直多かったんですね。これがいわゆるアイドルの方々が歌う K-POP みたいに音数が多くて、こうビートがたくさん入っていてノリが良くて踊れるような曲っていうのは、曲における歌詞の比重がそこまで大きくないので、多少ちょっと日本語が不自然だったとしてもこう問題なく聞けてしまうんですけれども、バラードは歌詞とメロディーが命じゃないですか。なので歌詞の世界観が言葉としてしっかり伝わらないと、やっぱその曲の魅力っていうのは半減っていうか、もう聴く人の心にやっぱ届かなくなってしまうっていうところがあるんですよね。で、私みたいなこうマニアックな人間はですね、韓国語歌詞を理解しよう、この人の歌をもっと聴いてみようっていうふうになるんですけれども、多くの人は、まあ、それなら日本にもいい歌手他にいっぱいいるし、日本の歌手のバラード聴けばいいじゃんって多分なってしまうと思うんですよ。で、私みたいなマニアックなファンだけでは多分コンサートの収益性という面で日本での活動をしていくのが難しくなっていく、そして撤退してしまうっていう方がね、まあ多く見受けられたんですよね。で、私はもちろんシギョンさんはもう本当に大好きな歌手の一人なんですけれども、韓国バラードっていう世界を愛している人間なので、まあ、他にもいろいろ好きな歌手の方はいてですね、韓国ではとっても有名で実力のある歌手が日本に進出したはいいけれども、まあ、最初ねドラマや OST とか、あとは韓流ブームのヒットで乗って活動できていたけれども、まあ、徐々にチケットが売れなくなっちゃって結局撤退してしまうっていうケースを結構何度も見てきているんですよね。で、特にバラードを得意とする歌手っていうのはこういうケースが多いですね。自分が大好きな歌手がせっかく来日してくれたのに、もうガラガラの客席でパフォーマンスしてるっていう様子を見るのは、まあ、悲しいですよね。近くで見れるのはいいんですけど、でもこうお客さんとして行ってて、あ、絶対このコンサートもう赤字だよな、もうきっと来てくれないだろうなって思ってて、そうすると、まあ、撤退しちゃうと。で、こういうのはね、やっぱ心苦しいんですよ。それくらいバラードのジャンルで継続して外国人が日本で活動するっていうのはすごく難しいことなんですよね。シギョンさんはファンミの中でもっと日本で成功したいんですよっていう目標をね掲げていらっしゃったんですが、私からすると3年ぶりの来日であれだけの客席を東京と大阪の2都市で埋めていらっしゃるっていう時点でもうすごいと思うんですよ。そして日本語での歌唱を聞いてですね、私はもう確信しました。日本でももっともっとたくさんのファンを獲得できると思います。日本人に日本語で歌を聴かせるっていうこのハードルをすでにシギョンさんも超えていらっしゃるからなんですよね。ここが一番難しいというか、まあ、外国人の歌手の方でなかなかできなかったことをもうすでにやっていらっしゃるっていうことがね、今回日本語での歌唱を聞いて確信しました。ファンの方からのメッセージで日本語曲のカバーアルバムを出してほしいという要望があったんですけれども、私もねこれが実現するといいなと思います。自分がよく知っている曲をソン・シギョンさんが歌うと、あ、こういう表現になるのかっていうのは、とっかかりとして日本人にとって親しみやすいと思うんですよね。そこからシギョンさんが、あ、どういう曲を歌ってる人なんだろうとオリジナルに興味が湧くっていう人もたくさんいらっしゃると思います。私の世代だと徳永秀明さんとかがまさにそういうパターンだったんですね。で、私はリアルタイムにすごく徳永秀明さん聞いてたってわけじゃなかったんですけれども、ちょうど自分が学生時代にボーカリストっていうシリーズでいろんな曲をカバーしてくださっていて、それで徳永秀明さん声がすごく素敵だなっていうところからオリジナルを聞いていったっていうパターンだったんですね。でもカバー曲っていうのはやっぱり権利関係で収益性が悪いんですよ。これね、シギョンさんもおっしゃっていらっしゃったんですけれども、
著作権とか原版権を持ってる人に利益をかなり分けないといけないですし、日本はね特にやっぱその仕組みがいろいろややこしいみたいなんですけれども、きっとねしげんさんだったら乗り越えられると私は信じております。しげんさんが自分の曲をねカバーするのは歓迎ですというふうにおっしゃっていたので、私もこれからもしげんさんの大好きな曲をいろいろカバーしたいなとまた思いました。ちなみにですね、私の YouTube 動画のカバー動画も著作権管理者に収益が入るっていう仕組みになっていますので、しげんさんのカバーの曲の動画を再生していただくとしげんさんに収益が入ります。なのでぜひ私の YouTube の方も再生の方よろしくお願いいたします。そんなわけでですね、今回感想を垂れ流す回にしようと思ったんですけど、結構長く喋ってしまいましたね。また概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。